僕たちはボルガ川を後にした。この先には広大なロシアの大地が広がっている。橋の住人たちはようやく僕らが悪魔などではないと理解して通過を許してくれた。アンナの言う通りだ。彼らの世界へ侵入したのはこちらで、破壊する権利など僕らにはない。それがどれほど馬鹿げたものだとしても、電気は罪。これだって僕たちがメトロで吹き込まれていた嘘と大差はない。全世界は死に絶えて、どこにも行く場所はないだって。そんな都合のいい嘘をトンネルの住人の誰もが信じ込んでしまった。とりあえずヤマンタムに着けば、その嘘にも正当性があったのかがわかるだろう。今のところ敵の占領軍なんて影も形も見えないが。春、ああ最初冬ってチャプターがあったから、冬が終わって春、うん、春ってことは春が終わったら夏が来て秋が来るっていうフィールドに行くのかもしんないけど、OK、とりあえず冬地帯突破。アルチョム、アルチョム起きて。起きたか、アルチョム。大佐がブリッジに来いって。じゃあね。ねえ起きてよ。このリア充め、お、これはラジオ、ライト、ライト、あ、なんか書いてある。ああ、これは記録みたいなものか。そう、こいつにめっちゃ苦しいんだわ、このツアーリーフィッシュ。てかシュリンプってこれメスとかオスとかあったの？え、逆に犬なんてどっかにいたっけ？OK。なんかテープがたくさん置いてあんな。一応ね、これ、原作がメトロ2035。で、この今、この世界も一応2035年。なんだけど、2035年にこんなテープなのか。おう。客車ね、すごい賑やかになってきた。っていうかもうね、普通に旅行してるような感じにも見えちゃうけど、これじゃ。いやー、アルジャム、見たか、この場所。一国の主にぴったりだろう。この作業台どう思う？すべてが手の届く範囲にありながら、十分なスペースもある。お前たちが外で見つけてきてくれたもののほとんどはこの工房を作るのに使わせて。回収した資源の一部はオーロラの整備やクルーの補給に使われた。なんで勝手に使うな。長旅になりそうだし、弾薬とか装備なんてものはそう簡単には手に入らない。それにモスクワから離れるほど入手しにくくなるはずだ。途中で行き詰まらないためにも資源を見つけたら全て回収してきてくれよ。やることはたくさんあるぞ。新しい武器だ、ティハール。ティハール、ティハール。付け替えれるものはつけとこう。よし。おっす。卵休憩か。いいもんだ。あ、タバコ休憩、タバコ休憩しよう。おお、ちょっと一服な。こりゃきつい。年なんじゃないの？まあ、どんなひどいのでも味わったもんだな。年じゃないの？おめえたちはいいやつだよ。俺も大佐もビュー君、あの男は橋で大活躍だったな。
その話を子供みたいに自慢してる。ほんとガキだね。だが、いいやつだ。わかる。何を言おうとしたんだっけ、ありがとう。俺を受け入れてくれて。その、俺は単純な男だ。この金はいずれ返す。いいな。おい。トンネルを出て、ここにいるのはどんな気分だ？自由か？あ、これ吸えるんだ。開けてはいるが、寒々しくさえ感じるな。あるのは足の草むらに、廃墟に、鬱陶しいミュータントどもばかり。今今し。お、もうやめとこう。ところで、政府の奴らに会いに行くそうだな。なあ、兄弟、怒らずに聞いてくれ。何のために政府なんかが必要なんだ。もちろん、ただ見るだけなら面白いかもしれない。だが、これまでずっとさまよってきて、俺が会った元政府関係者には2種類しかいない。死んだ奴が、ギャングの親玉になった奴だ。そして後者はそこらの悪党よりもはるかに立ちが悪い。奴ら、ひどいことをやらかす前に必ず演説をかましやがる。まあ、つまり、政府なんて戦前から気にしてなかったが、全てがこうなって久しい今じゃ、もうどうでもいい存在だ。なのに、そんなものに用があるのか。俺は単純な男だ。おめえと一緒にいると言ったが、しばらくはそうするって意味だ。だが、政府の連中に会いに行くくらいなら、もっとマシな場所を探して暮らしたいね。もちろん、政府が豪華なバンカーをくれるなら別さ。ああ、でもその政府が、ああ、はい。寒そうだな。ちょっと温まってこいよ。もう少し吸いながら考え事をしてるからさ。はい。もう少しいてもいいぜ。まあ、確かに、戦争が起こったからにはね、もう政府なんて機能してないも同然だから。言ってることは正しいっちゃ正しいけど、今もう外の世界に人がいるってことが分かったし、とりあえずね、監視者とも言われてるから。あ、てかそうだ、ギター。アルチョム、こっちに座りなさいよ。ステパンのライブが始まるわよ。さて、アルチョム、お前もどうだ。ほら、ギターを持て。これ回収してなかったらこれもないのかもしんないな。ていうか、デュークもね、デュークで。もしかしたらあのステルスを失敗してたらデュークが死ぬっていうパターンもあったのかもしんないし、こればっかりはなんか分岐点があったのか気になるな。アルチョもギターも弾けんの？イケメンすぎん？手遣いがエロい。ありがとうステパン。おお、にぎわってんね。めっちゃ整ってるじゃん。立腹だったぞ。まあ話すと長くなる。ピアノもある。いいから入っちまえ。じゃあシャワー室。あれはミッション中に針に座ってアルチョムがマゴマゴしてるのを見てた。ああもうだいぶというかもう雪がないや。ようやくあったかいところ、多少あったかいところに来たか。でここもともとあったとこ。はいはい。聞いてくれ。箱舟と話をしたわ。トカレフがデコーダーを直してくれたおかげだ。おお。箱舟、落とせよ、落とせよ、どうぞ。こちら箱舟、名乗られたし、どうぞ。こちらは、スガトスラフ・メリニコフ大佐。試作戦部隊を指揮し、起点の信号を受信した。現在、そちらに向かっている。聞こえるか、どうぞ。ええ。聞こえています。君の名は何とお呼びすればよいか。通信部副部長、今野の久昌さんです。ちょっと失礼。了解だ。実は消防手続きを行っているんだろう。
体を有している。正体、ああ、なるほど。素晴らしいですね。確かに大部隊ではない。だが、非常に重要な情報を持っている。現在、セクター K6 アルマから、そちらに向かっているのだ。動かせる可能性のある機体の情報があれば、いただきたい。確認しますね。K6 アルファでしたか。確認できる範囲では、当該エリアで敵に遭遇したとの報告は入っておりません。残念ながら、ここで通信を切り上げなくてはなりませんが、到着をお待ちしております。すぐに報告を上げておきますので、防衛大臣もきっとあなたたちを歓迎することでしょう。大変光栄だ。感謝する。ところで、その前に、そちらの状況を教えてはもらえないか。大佐、ご承知の通り、それは機密情報です。ですが、お気持ちはわかる。こちらは大丈夫、心配不要です。では、後ほど箱舟で通信を終えます。人民のために、通信終了。なんかめっちゃ怪しい。さあ、これでお前たちも信用しただろ。両手がまだ興奮で震えてる。そう？大臣だとさ、素晴らしい。ところで、アルちゃん、地図を見て。地図、なんか声の感じがすごい怪しかった。ほぼ一直線に向かっている。カティアとクレストが、このルートなら状態も悪くない。あそこの重要性を考慮すると、それも意外だな。ともあれ、ここから目的地までは順風満帆と見ている。本当に？そう遠くないが、到着時間は線路の状況次第だ。なのでそれなりにかかると思われる。で、イエルマーク、どこまで話した？結果だけが重要だってとこまでだ。そうだ、その弱腰の態度をやめるんだ。結果を出すためには手段を選んでおれん。別に犯罪はしない。だがそれだけの結果が得られるかどうか。その通り。だからこそ、だからこんな機会を何年も待ち続けたんだ。ようやく全てが形になり始めている。あれはセーフだ。なぜ理解しようとしない？だが所詮、どうもまだことの重要さが分かっていないようだ。信じられん。さっきの話を聞いてたはずだろう。では確かに政府がある。だからなんだ、何年も関わりすらなかったのに、なぜ今さら気にかける？ああ、いいか。おそらく向こうは我々のことを全く知らなかった。あれほどの攻撃がモスクワを直撃したんだ。こうも多く生き延びたとは知る由もないはずだ。だから今こそモスクワには生き残りがいると伝えなくてはならんのだ。それだけじゃなく、まだ文明が機能している状態で残っていると。分かったか？これまでずっと生き残るためだけに勝ち目のない戦いを続けてきた。そこに今、新たな目標ができたんだ。その目標とは？まだ分かっとらんのだな。司令部にはありとあらゆる指揮統制システムや機密情報があるはずだ。つまり核が落ちた場所を全て把握し、完璧な汚染物質の分布図を持ってるはずだ。全てを持っている。世界を支配する情報をな。そしてメトロには人が詰まっている。全ての人民を合わせれば国が再建できるはずだ。無論一度には無理だ。まず最初に国を取り戻さねばならんだろう。だが真の政府の指揮の下で必要な技術を全て備えた者たちと共に戦うのだ。そうすればいずれあんな地下の穴蔵からみんな解放されるだろう。そうなるといいものだな。ところでずっと聞こうと思ってたんだが、どうやってヤマンタウのバンカーについて知ったんだ、大佐？ GRU の将校として言うが、あの箱舟プロジェクトの情報は疑う余地もない。あのプロジェクトに関与していた同僚が避難計画を作っていた。だから職務上知っていたんだ。つまりただあそこに行けばいいと。そうすれば我々は機
厳しい旅になるだろうがな。これまでも楽な道などなかっただろう。その件についてずっと考えてたんだ。中央工業地帯、優先目標。カティアがこの疑念を裏付けてくれた。線路の一部は助かったかもしれないが、彼らがいる城はひどい状況になっている可能性が高い。おそらく線路を修理することになるだろう。ああ、うちの奴らならできるさ。それに側線もあるはずだ。その一方で、損傷が比較的ひどくなかった地域には何が起きてたと思う？いい質問。それは近いうちに知ることだ。まあ、かもな。おお。なんか今のミラーの話聞いてたら、なんかアルチョム以上に野心を持ってるような感じもするが、なんかさっきのテープな、喋ってる人の口調がめちゃめちゃ怪しいんだけど、本当に大丈夫か、そんな政府にあって。それより仕事の話をし、エンジンの状況としますか。了解。なんかこれ右下の方、まあ、つまりは南の方か、南の方ね、なんか赤いんだよね。夏かな。この長い旅の終着点、ヤマンタウのバンカーが近づいてきた。バンカーと直接無線がつながったことで、今までの生活を壊した僕に対するミラーの怒りは完全にそっちのけになった。ミラーは約束していた防衛大臣との面会を心待ちにしている。おそらく職業軍人にとってはそういうことも大切なんだろう。だが一般市民にはどうでもいいことだ。何よりも答えてほしい疑問がある。占領軍はどこだ。なぜ無法者たちが暴れ回る荒野しかないんだ。政府はなぜこの国を復興しようとしないのか。この20年一体何をやっていたんだ。ヤマウタウに着けばこれらの疑問に対する答えも得られるはずだとミラーは信じている。彼も、そしてアンナと僕も赦免されるだろう。そしてみんなで故郷へ、メトロへと帰るんだ。はい。以前が2035年3月22日で、ヤマンタンのバンカーは2035年5月25日。もう春だね。バリバリ春だ。本当に終着点で済むといいが。あ、緑だ。レルカ、そっちはどうなってるんだ。どうぞ。破壊されてはいますが、線路は問題ありません。どうぞ。了解。あまり急ぐな。放射線にも気をつけろ。どうぞ。了解。いまだに信じられん。たどり着いたんだ。わかるか。ついに着いたんだぞ。ここに来ることを待ち望んでた。数週間ではない。20年もだ。これまでの人生は無駄ではなかったんだ。やっとその確信が持てた。ねえママ、私たちここで暮らすの？わかるのよ。どうして？ここ好きじゃない。君が悪い。あ、そんなこと言わないで。そんなこと言わない。同じこと言わないで、カティア。私まで置いてけぼり。大事な娘でしょ。わかった、ついてこい。サモライと延々と小言が続きそうだ。分かってきたじゃん。言えば、エンジンも止めろ。おう、
全地帯まで後退させて待機。了解だ。セバー、私が不在の間はお前が指揮を取る。了解しました。よし、行くぞ。あ、だいぶ荒廃してんな。あ、間違った。大丈夫なとこかな、ここは。この車の数を見て、アルジョムの言った通りね、国中から人が集まってきてたのよ。そうだな、だがモスクワから来た者はいなかった。今まではな、ずいぶんと時間を無駄にしたわね。山の中、大丈夫であってくれ。おいおい、なんてありさまだ。来るべきじゃなかったんだ。さてと、歓迎委員会とレッドカーペットはどこだ。どうなってやがる。見ろよ、誰もいない。心で引き返すってのはどうだ。見た。え、マシンガン付き監視カメラ。名を名乗れ。ミラー大佐だ。防衛大臣に報告があってきた。仲間はどこだ、大佐。列車の中だ。外は危険だ。連絡を取り、列車をエアロックに入れて除染するように伝えろ。箱舟へようこそ。大佐、トンネルを通ってエレベーターに乗れ。迎えの者を。おお、歓迎されてるんだ。そうかな。ボルトみたい。それにしてもどうしてこんなに寒いんだ。どうざもないし、巡回も見張りもいないじゃないか。必要ないからじゃないか。悪弾頭ですら耐え抜いた場所だぞ。怖え。マスクはまだつけといた方がいいか。あ、いらない。マイナス2階、マイナス2階ってなんだ。地下2階。電話がある。黒電話。話す内容はちゃんと考えてきたの？相手は大臣だからね。まあ、口出しするな。一晩徹夜して考えてきた。ところで、アルチョムに何か言うことはない？そうだな、アルチョム、お前が正しかった。そして私が間違っていた。諦めずにいてくれて感謝する。着いた。当たって避けろだ。ああ、除染か。ああ、除染しない。大臣、
スクワ統合特殊作戦部隊司令官ミラー大佐がここに報告いたします。どうか我が部下に臨時の A 社と物資の提供を願います。女子供が含まれておりますので、ただし兵士たちは万全の状態です。いつでも戦います。女子供とな、そいつはいい、ご無沙汰だから。お前は何者だ。だと思った。ああ引っ張られて、待って待って待って、ここ人吊るされてるが、どうなってる、ここはどこだ、他の連中は。計画通りです、大臣。皆さんは無事です。今のところ、今のところだと、おい防衛大臣に面会させろ、今すぐにだ、早く。どうかご心配なく、何もかも順調すぎるほど順調ですから。大臣と基地長も晩餐の席であなたをお待ちしています。晩餐？なんだそれは、私をコケにしてるのか。黙れ、ドクターがお話し中だ。どこだ、政府は。どこへ行った、答えるんだ。ここにちゃんとあるじゃないですか、大佐。ここに、我々こそがあなたたちの政府です。ふざけやがって、お前はただの人食いだろうが。落ち着いてください、横断が出てしまいますよ。あんな辛い思いはしたくないでしょう。ただ彼女についてはまず検査をしなければ。どうもあの席は。この縄をほどきなさいよ。私があんたのケツに聴診器を突っ込んでやるから覚悟しなさい。なんてはしたないお嬢さんだ。あの若い男性を見習いなさい。かなり前に目を覚ましましたが、落ち着いて話を聞いてるじゃありませんか。このクソ野郎、話せ、話しなさい。なあ、ああ連れてかれる。その無線を使って列車に残っている仲間にここへ来るよう命じなさい。彼女を長時間苦しませたくなければ、早くしないと彼女が晩餐になります。久しぶりに知的な会話ができると思って楽しみにしてたんですね。残念です。ですがそれは問題ではありません。こちらの素敵な青年が代わりを務めてくれますよ。なんで？あなたを片付けてしまえば彼も口答えなどしないはずです。皆さんにお会いできてよかった。ヤコブ、始めなさい。お前を殺す、たとえ死んでもな。そうなるかもしれませんね。あ、まずい。肉が喉に詰まるかもしれませんから、それでは私は。けたものめ、一人残さず引き裂いてくれる。クソったれめ、戦争前に始末しておくれた。今度こそ必ず殺す。それを焼き払い、あっ、おあ、やめてやめてやめて。あー、やばい。助かった。アンナが、アンナを見つけるのが先決だ。エレベーターでは出過ぎたけど。カモン、ビニュート、メインエレベーターを起動しろ。アルト、手をか。エレベーターが、1分後に起動するぞ。了解。よかった。これなら無事だよ。よし、ちょっといいところだけど、今回ここまでにしよう。いやもう、
大体予想できてた、もうこうなるのは。まさかここで終わるわけないもんね。大体やばいセーフだった。じゃあ、アンナが連れ去られちゃったから、まあ、仲間とか死亡フラグビンビンだったけど、なんとか助けに来てくれた。じゃあ次回アンナを救出しに行こう。じゃあ今回こんなところで。はい、ご視聴ありがとうございました。